と待ってくださいね。よし、こんばんは。よいしょ。なんか配信が前回のオンライン約10回ぶりでなので少し久しぶりな感じがします。こんばんは。お元気でしたか皆さん。わあ、今日はリハーサルがありまして、4月7日の若手コンサートとあと夜のコンサートがあって、その若手コンサートの方のリハーサルをしてきました。にゃん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 。すごい、何これ。今日嬉しかったことがあって、お弁当が天丼で久しぶりに天丼がお弁当にあって、しかも大好き、本当に天丼のお弁当が好きで、その天丼のお弁当がしかも特盛りですごい嬉しかったです。そう、なんか楽屋にこうずらーってお弁当が置いてあるんですけど、その時にあ、天丼があると思って3つくらい天丼があったから、あ、いただこうと思って手に取ろうとしたら、結構その久しぶりに天丼のお弁当が出てたから、やっぱり人気で、あ、天丼あるみたいな声がすごい聞こえてきたから、いや、これはちょっと一旦引かなければ、引こうと思って、一回天丼を元に戻したんですよ。手に取ったけど人気そうだったから、一回机に戻して、そしたらなんかその部屋にいぶきさんとくるみさんもいらっしゃって、で、いや、いいよ食べなよみたいな感じで言ってくださって、いや私は何でも食べれたらいいから全然大丈夫ですみたいな感じで、そのまま一旦その場を離れたんですけど、したらその10分後ぐらいに、10分後かな、わかんないけど、それくらいに楽屋に戻ってお弁当ゲットしようと思って、パーってこう並べてあるお弁当の種類見てたら、いぶきさんとくるみさんがなんか、はい、もうこれ食べてみたいな、で、天丼をなんか渡してくださって、すごい嬉しかったです。なんかザは何て言ってらっしゃったっけ、なんかいいんだよみたいな、気にしなくていいから、いや、これはなんか私たちの命令だから、これを食べてって言ってくださって、わざわざそのお弁当取ってくださってて、すごい嬉しかったです。優しいから本当にもうそれだけでお腹いっぱいになりました。嬉しすぎて、優しい。そう、っていう話で、もうすぐ、そう、今日なんか7期生オーディションの様子がテレビで放送されて
見たみたいで、私も録画していたのでまだ見れてはないんですけど、楽しみです、見るのが楽しみ。だから私ももし7期生とかがなんか天丼食べたいなとかなってたら、でも遠慮してたら後輩が、その時は私もいぶきさんとくるみさんみたいに天丼を一回引き取って、先輩のこう権力じゃないんですけど、この何かを使って食べてって言いたいです今度は私が。天丼好きな子来るかな。そう、今日天丼はエビとかさつまいもとかあって、エビが4本もありました。最高最高。そう、なんかもうオーディションから2年ぐらい、約2年くらい経ってるのかと思うと、あっという間すぎてびっくりしますびっくり、本当に懐かしいですね。なんか楽しみだな。なんか7期生が入ってきますって知った時はなんかちゃんとこう先輩なんかお手本として、なんかユースそういう先輩みたいな姿を見せられるかなってすごい不安だったんですけど、でも今はなんかその予告のテレビの放送の予告とかを見る限り、みんな可愛くてなんかもうすでに愛おしくなりました楽しみです、みんなね。先輩になるよどうしよう。そう、私のオーディションの時の番号、なんか一人一人にこうゼッケンじゃないですけど、こういう番号が貼られてて、それが私48番で48だったんですよ。だからすごい嬉しかったなっていう記憶を思い出しましたでもゆいなが、ゆいなさんって言われるの想像つかないね。でも結構ゆいな12歳だから、きっと年上の子の方が多く入ってくるかもしれないじゃないですか。そう考えたらね、ゆいなが始末さんとか言われるのがドキドキなんか見てるこっちが、見てる側がはってなりそう。そんなゆいなはあれですね、卒業式でしたね。なんか小学校卒業したみたいです、ついにすごい。でも最近そのオーディションの時のこう歌って踊ってる映像を見返した時に、ゆいなが本当に今に比べるとすごい、今がすごい身長が伸びてて、しかも昔ずっとこの高い位置でツインテールしてたから、本当に赤ちゃんだったんですよ、昔のビデオを見ると。でも今はなんかもちろん今も赤ちゃんだけど、可愛い赤
ちゃんだけど、でもなんかすごいその時の映像を見るとより今がお姉さんに見えて、へーってなります。ゆいながすごいわ本当に。ねえ。わあ、でもこの間昨日ぐらいにゆいなとくるみさんが身長を比べてるシーンを目撃したんですけど、僅差でゆいなの方が身長が高かったんです。そう確か。そうでもその身長を比べてる姿が可愛くて。ね、本当に可愛かったです、二人とも。びっくり。今はコンサートのリハーサル期間なんですけど、本当に何だろう、なんかセットリストを見るとなんかはぁって感じなんです。なんかえこの曲もみたいな、はぁこの曲みたいなのもあったり、いやちょっとネタバレになっちゃいそうだからちょっと気をつけたいんですけど、でも本当に昼も夜もなんかいい意味で違った雰囲気のコンサートになりそうで楽しみです。本当にこれが一般的なすごいっていう大きさだったとしたら、今回のコンサートのすごいはこれです。ここだから、これくらい本当に熱いです。そうなのでぜひね、見に来てくださると嬉しいです。もうさっきまでずっとリハーサルしていたので、もうその時の曲がずっと頭に流れてて歌いそうになっちゃうんです。これは本当にコンサートのリハーサル期間あるあるなんですけど、ずっと流れてる。危ない危ない。3月9日のコンサートの話もしたいなと思って配信したんですけど、話そうと思います。3月9日の、じゃあお昼から、お昼はバケツを1曲目から練り歩きで、今日客席の皆さんの元にこう歩いていって、すごいね、なんかすごいコンサートの醍醐味だなって思うんですけどね、リアルキって、それができたのがすごい嬉しくて、私バケツをかぶれの大切なの2番のサビの大切なたった一つのもの守らなきゃいけないんだが、カメラでこうなんだろう、紹介みたいな感じでこうバンってモニターとか配信でこう抜かれる予定で、すごいリハーサルでもあここに立つ、ここに立ってカメラを見るってちゃんとやってたんですけど、練り歩きに夢中になりすぎてまさかのカメラに背を向けちゃってて、で
私こう客席の方に向かってこう歩いてたんですけど、カメラは逆方向から撮られてたので、もう私の後ろ姿に伊沢美優って書かれて、か、ん？紹介されてて、はぁ、あ、やらかしたって思って、うーってなりました悔しい。じゃあ、ま、次もしあればちょっと次はリベンジしたいです本当についついリアル気に夢中になってしまいました。そう、そしてそのままバケツでバケツドラムを突然 Do You Love Me の曲をバケツドラムでやったんですけどまさかね、バケツをでこう音楽を奏でる日が来るとは思ってなかったので、すごいびっくりしたんですけど、でもなんか意外としっくりきていてすごいね、なんかおーってなりました最後はバケツを積み上げてバケツタワーにするっていうのもあってハッピーエンドでしたね。それでそのまま B さんはなぜ亡くなるのかを披露して、あの後ろにバケツがこう積み重なったまま、あの何も気にせず B さん踊るの結構じわじわきません私こうちょっと後ろ振り返ったらバケツタワーがあるからね、すごいね、おーってなりましたそして黄昏のタンデムを初めてパフォーマンスしました。すごい、アキさんとあの歌割りが同じで嬉しかったです。そしてあの止まらない観覧車も初めてパフォーマンスしました。止まらない観覧車はすごいあのお披露目の日のリハーサルでこう先輩方の姿を見てた時に、あ、かっこいいなと思って、この曲をこうなんか踊りこなせるようになったらすっごいかっこいいなってずっと憧れていた曲だったので、そう参加できて嬉しかったです。さえさんのポジションに入らせていただいたんですけど、すごい嬉しかったです。楽しかったな。そしてユニットブロックではイノセンスをパフォーマンスさせていただきました。なんと和傘とセンスを使ったパフォーマンスで、その和傘とかセンスとかもこうパフォーマンスの一部で使ったことがなかったので、最初は本当に使いこなすのが難しくてすっごい苦戦してたんですけど、さえさんとかマリアさんがやっぱりすごい見せ方が本当にお上手で、体の使い方とかしなやかさとか本当にすごいなって思ってて、なのですごいリハーサル映像見返しながら参考にさせていただいたり、あとは直接さえさんマリアさんがこうなんかアドバイスをしてくださって、そのおかげでうちはもうー使えましたし、すごいここだけの話なんですけど、その和傘でこうバッて開く振りがあったんですね。でこのバッて開く力加減がすごい難しいんですけど、一回その同じ会場のサイズでリハーサルした時に
こうバッて勢い余りすぎて、あの傘が壊れちゃって一回。もうそれが結構はもう本番でこうなっちゃったらおしまいだと思って、ちょっと本当に傘を壊さないように頑張ろうと思って、実はそのことも考えながらパフォーマンスしてました。あ、難しかったです本当に。でもすごいなんて言うんだろう、大人な雰囲気の曲なので、あまりそういうジャンルに挑戦したことが今までも少なかったので、48グループさんの映像を見返したり、手をつなぎながら公演の映像を見返してみたり、あとは T2 さんの映像を見返してみたり、歌い方とか、最初抱きしめてのところがソロだったんですけど、その時のこう手の振りとか歌い方とかも極めやるからには極めたいなと思って、自分なりに研究してました。本当に、でも私は本当にまだまだなので、ね、またいつかできる機会があれば、ちょっともうまだまだレベルアップしてした姿をお見せできるように頑張ります。本当に緊張しました。本当に緊張して、なんかイノセンスのパフォーマンス前にこう写真を撮ってもらったんですけど、その時に傘を、これがこの櫛が傘だとしたら、なんかこうチョンってこう添えるぐらいが一番なんて言うんだろう、綺麗な感じがするじゃないですか。でも私は緊張しすぎてすっごい握りしめたってたんです、この持つところを。だからすごい、その写真見返したら顔は澄ましてるのに、澄まし顔なのに手だけすごい力強くて、緊張が、全緊張が手に現れてました。ねえ。わ、そして春歌のメドレーだったんですけど、私はあいみょんさんの桜が降る夜はを歌わせていただきました。お芋さんと歌わりが同じで、お芋さんのハモリだったんですけど、なんか自然、なんか不思議とお芋さんの声だとハモりやすく感じて、うわーってなりました。そう。本当に歌わない方、あんまり歌えないんですけど、桜が降る夜はのこうボイトレをしていただいてる時に、なんか歌い方とか意識の変え方一つですごい声の出し方が変わるっていうのを知れて、おーすごいってなりました。ねえ、お芋さん、なんか花道、私は花道でこう歌ったんですけど、花道のところにこうスピーカーがあって、でスピーカーからは、私の方からはお芋さんの声がすっごい大きく聞こえて、
逆にお芋さんの方からは私の声がすごい大きく聞こえてて、だからすごいお互い釣られそうになっちゃってて、なっちゃっていたんですけど、はい、もう根性で歌い切ることができました。嬉しかったです。ねえ、そして最後の最後じゃない、その春歌メドレーの最後は旅立ちの日にっていうという曲をの指揮者を担当しました。すごく緊張しました。そうですね、最初連絡が来て、なんかプルルルって電話が連絡が来て、なんだろうと思ったら指揮者やってみるって言っていただいて、ありがたいなと思って、すごいこう機会をいただいたからにはチャレンジしたいと思って指揮者に挑戦しました。すごく緊張しました。でも何ですかね、これはコンサートのこう感想を言う時にも言ったんですけど、練習の時にこうみんなの顔を見て指揮するのがいいよってこう指導していただいたので、こうみんなの皆さんの顔をこう見て指揮するように心がけてたんですけど、もうこう180度ぐらいからこうメンバーの皆さんから見られている状態でこう向くのが緊張して、本当に緊張して、最初は本当に真正面のマリアさんとアキさんとしか目を合わせられなかったんですけど、だんだん練習を重ねていくうちにこう60度ぐらいまで見れるようになって、80度ぐらいまで見れるようになって、120度ぐらい見れるようになってって、はい、本番はちゃんとみんなの顔を見渡せて嬉しかったです。あの日が多分あんなにこう皆さんの顔をちゃんと見ながら指揮したのが初めてぐらいだったので、すごい嬉しかったです。本当にそう、ね、私はその3月9日のお昼のコンサートはすごいこうなんて言うんですかね、こう前に立つというか、こう、何か役割を任せていただける場面がすごいありがたいことに多かったような気がしていて、なのですごいね、その練習期間はすごい私本当に本番でできるのかなって不安になっちゃってたんですけど、できました。え、今さえちゃんがザワちゃん、ザワ大好きって言った。え、ザワです、お疲れ様です、かっこ声真似してって栗原さんが伝えてほしい。さえさん、さえさん嬉しい。ってことはさえさんも今配信中だということは、じゃあ
ちゃんですで皆さんさえさんに伝えておいてください。あ、さえちゃんです、あ、さえちゃんです、さえさん、私もさえさん大好きです。え、さえさんからメッセージが届いた。え、楽しみ楽しみ、ワクワク。さえさん嬉しい。え、さえさん見てる、え、見てるんですか。え、本当に、え、さえさんラブわーい、ハッピー。なんか今日のあのリハの疲れが取れましたうしい。ひんひん、嬉しい。ボイスメッセージ、そう、さっき届いたので、キャー楽しみ、配信キャー楽しみ、うん、嬉しい。ちょっとなんか嬉しいから、ちょっとこれ紹介しますね。これはあられです。まだ開けてないけど、あられです。桜型のあられです。あの意味はないんですけど、ちょっと嬉しくて紹介したくなりました。嬉しい。嬉しい。今はまあ余韻に浸ってます、嬉しくて。嬉しい、はあ、私本当にさえさん本当に素敵な方で、本当に大尊敬してるので本当に嬉しいです。はあ、はあ、嬉しい。さえちゃんがめっちゃ褒めてるよ。ああ、なんで嬉しい。そうです、さえさん、さえちゃんの待ち受けです。今もボイスメッセージ気づいてくれると嬉しいなってさえちゃん言ってます。え、気づいてるんですけど、このあの私のこの携帯で配信してるので今開けないんです。え、見たい楽しみ。あ、だからなんかすごいなんか
誰々さんが初訪問、誰々さんが初訪問ってすごい出てくるんですよ。なんでと思ったらきっとさえさんから来てくださったんですね。嬉しい。さえちゃんのとこから来ました。 ありがとうございます。本当に嬉しい嬉しい。優しい、さえさん。キャー、嬉しい嬉しい。さえちゃんが冗談すぎって言ってた。私も大好きです。どうしよう、嬉しい。嬉しい。私じゃあ明日リハーサルでお会いした時に8億倍ぐらいにしてお返ししなきゃですね。嬉しい。キャッ、どうしよう、どうしよう。ちょっとこれは桜のあられです。ちょっと嬉しくて言葉が見当たらないので、ちょっとあられ紹介します。ちょっと配信終わったら即見ます、ボイスメッセージ。ふぅ、嬉しい。もう1週間分くらいの筋肉痛が治りました。優しい優しい。なんかでもこう今コンサートのリハーサル期間なんですけど、そのさえさんが出てらっしゃるこう楽曲とかを見るたびに、なんかさえさんにしか、ずっとさえさん見ちゃうくらい、見てしまうくらい、すごい、なんだろう、踊り方もそうです、そうなんですけど、なんていうんだ、なんかすごい引きつけられちゃって、すごいさえさんを見てしまいます。本当にリハーサルの時点で本当に引き込まれちゃうから、本番は衣装も着たりして、多分ファンの皆さんももっとね、キューンって来ちゃいますね。ね。でもそれこそ4月7日のお昼のコンサートのリハーサルを今日見てる時に、さえさんがさえさんだってさえさんってなってしまう曲があってそれが本当にすごいんです。ね、嬉しい、ありがとうございます、さえさん。嬉しい嬉しいな。嬉しい。はあ、嬉しい。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 私さえさんのエピソードで言うと、初めてこう外でのイベントにオーガスタっていうイベント、オーガスタにこう参加させていただいた時に、こう初めての楽曲、初めてこう自分の立ち位置
に入ってこう踊るっていうのが5、6曲くらいあって、うわーってなってた時にさえさんがこう個人的にこう振りを細かく教えてくださったり、本番前もあの鏡でちょっと12秒とか振りを確認してた時にさえさんがこうパッて隣に来てくださってこう教えてくださったり、本当に優しいんです。だからなんかすごいずっと変わらない優しさがあるのって本当に素敵だなって思いますし、なんかそんなさえさんとこう同じグループでこう活動できているのが本当に嬉しいです。幸せ、優しい、そう優しい、あね、優しい、うん、あー余韻なんかコンサートアートみたいな余韻に浸っちゃう。ちょっとダメだ、何か話さなきゃ。え？嬉しかったな。あ、今のはイノセンスの鼻歌です。ネタバレじゃないですよ。嬉しいな。さえちゃんがザワとヒンイロがレッスン中のゴミ捨て手伝ってくれて嬉しいって言ってた。え？なんかでも何？こうパッてこう 見た時にさえさんがこの劇場のレッスン場のゴミをこうまとめてくださってて、えっと思って、いや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 と思ってこうパッて、いやいやもうちょっともうそんなのはやらせてくださいって感じで、ヒーローと本当にゴミを捨てただけなのにそうやって言ってくださるのが優しい優しい素敵素敵、え？やばいやばいやばいどうしよう、すいません、ちょっとあっという間に時間が過ぎちゃったので、少し先にランキングを読ませていただきます。いきます。13位、梅ちゃんさん、ありがとうございます。12位、フルキャッパーアットマークゆねな軍団さん、ありがとうございます。11位、ゆきなりさん、ありがとうございます。10位、ゆうすきーさん、ありがとうございます。9位タキヤンさん、ありがとうございます。8位、 MJ ジュンヤさん、ありがとうございます。7位、カニカマポさん、ありがとうございます。6位、ツルーさん、ありがとうございます。5位、レイさん、ありがとうございます。4位、ゴンタちゃんさん、ありがとうございます。3位は中止12秒さん、ありがとうございます。2位はウォンさん、アットマーク香港さん、ありがとうございます。あと1位はキリン太郎さんさん、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました。コンサートの話は
お昼の途中までぐらいしかできなかったので、また日を改めて配信するので待っていてくださると嬉しいです。ありがとうございました。嬉しい。こんな一日の最後にハッピーなことが起きていいんですかね。嬉しい。私はこの後サイさんからのボイスメッセージを聞いて余韻に浸って夜ご飯を食べて練習して寝たいと思います。ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。ありがとう。